おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なワンポイントテクニックプレゼンテーションをいたします。今日は10月は6日木曜日ですね。天気予報通りにですね、雨が降ってきました。素早く撮影して逃げ帰る予定です。はい、今週はですね、ストレス社会、このストレス社会の中にストレスにやられないように、いかにストレスを削除してですね、健康に生きるかというテクニックをお教えしていますが、今日はですね、月火水木4日目、あと金土日3日ですが、5つのですねストレス解消法をお話ししてますが、これすべてですね心理学に基づいた医学的なバックボーンありますので、どうぞ信じてですね、それなりのあなたなりのやり方をですねやられたらいいと思います。今日はですね、どんなに小さな体験でもいいから成功体験をすり込んでですね、あれができたんだから乗り越えられるよ、あれをやったじゃないか、できるよ、小さな体験でいいんです。成功例を頭にすり込んでおけというお話です。一つですね、自分のことばっか語ってバカみたいですが、私がですねできるよと、頑張ってみようという気持ちになれるですね、一つの経験談をお話ししておきたいと思います。私がですねサラリーマン時代最後にお勤めしたですねサイアナミットという会社があるんですが、アメリカのですね農薬とか殺虫剤のトップ企業です。そこのですねアジアパシフィック地区のリージョナルダイレクターというポストでリクルートされた後ですね、ニュージャージーのプリンストン本社に呼ばれてですね、アジアパシフィックリージョンのアニュアルプラン、マーケティングプランをですね英語で発表したことがあります。1時間半90分ですね。もうドキドキの状態でやりました。40人ぐらいのですね欧米人、世界中から集まった、リージョナルダイレクター連の中で発表したんですが、もう目が回るような状況でやりました。目が回ったです。本当になんとかですね90分を乗り越えたんですが、その後ですね本社のバイスプレジデント副社長にですね褒められました。ミスター高野、 You の英語はあんまりうまくないけれども、あなたのプレゼンテーションは名プレゼンテーションだった、みんなわかったよと。その一言でですね、実はですねその年のトップ賞をもらったんですよね。それが私の人生の記念碑になってます。エンブレムですね。その経験をですね常に思い出して、苦しい状況、いやできるかな、心配だなという時は必ずその思いをですね思い出してですね、心にですねニュージャージー、ニュージャージーできたじゃないかというのを自分に言い聞かせるようにしています。ですから皆さんですね、どんな小さな経験でもですね後々乗り越えたじゃないか、あれをできたんじゃないかという経験を持つことです。それが後々のですね財産になります。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。